バサースト伯爵は、グレートブリテン貴族の伯爵院。トーリー島の政治家の初代、バサースト男爵アレン・バサーストが1772年に、譲されたのに始まる。伯爵家の邸宅である、サイレンセスター・パーク第三代バサースト、伯爵ヘンリー・バサースト・バサースト家は、ノルマンコンクエスト以前からサセックスで暮らす休暇で、あると言われる。1695年に富裕な政治家だった。 ベンジャミン・バサーストは、息子、アレン・バサーストのために、サイレンセスターに当時オークリーグローブと呼ばれていた、荘園を購入した。後に、初代バサースト伯爵となる、このアレンは、父の購入した、この荘園を相続し、カントリーハウス・サイレンセスター・パークを建設した。アレンは1705年にサイレンセスター選挙区から選出されて、トーリー島所属の庶民議員となり、 1712年1月1日には、グレートブリテン貴族社区イベットフォード州における、バトレスデンのバサースト男爵に除されて、貴族院議員に転じた。熱心な通りーーとして、ウォルポール政権への強硬な反対者だった。ウォルポール辞任後の1742年に、数密顧問官に列するとともに、議場英死体隊長に就任し、1744年まで、務めた。 そして晩年の1772年8月27日に、グレートブリテン貴族社位サセックス州における、バサーストのバサースト伯爵に除された。その息子で二大伯を継承するヘンリー・バサーストは、就職前にサイレンセスター選挙区選出の、トーリー党所属の庶民議員を務めるとともに、皇太子フレデリック・ルイスや皇太子妃オーガスタ・オブ、サックス・ゴータの法務総裁、 民訴裁判所裁判官を歴任し、1771年1月24日に大法官就任とともに、グレートブリテン貴族爵位サセックス州におけるアップスリーのアップスリー男爵に除せられた。そして1775年に、父の死とともに第二代バサースト伯爵を継承した。その後1779年から1782年にかけては、 スーミツイン議長を務めている。その息子で三大白を継承したヘンリー・バサースとは、トーリー党の政治家として、歴代党首の中でも特に出世し、ショーピットからウェリントン校までの歴代のトーリー党政権で、商務長長官、外務大臣、陸軍、植民地大臣、スーミツイン議長などの重要閣僚職を歴任した。長きにわたり、植民地を所管したため、 オーストラリアのニューサウスウェールズ州にあるバサースト軍及びバサースト市とノーザンテリトリーにあるバサースト島カナダのニューブランズウィック州にあるバサースト市とヌナブトジュン州にあるバサースト島ガンビアの首都バンジュールの救命バサーストなど彼の名前を付けられた地名は世界中に数多い彼の死後も彼の男系男子によって継承が続いている2019年現在の当主は 第9代バサースト伯爵アレンバサーストである。本邸は現在でもサイレンセスターパークである。現当主アレンバサーストは以下の尺位を保有している。ありがとうございます。